それで君は？一つの狩り場に二匹のハンターはいらない。え、お前には顔面裁判で有罪判決が下ったぞ。罪状はズバリ、お容姿端麗罪だ。あのアルデラ教の聖典に曰く、全てのイケメンに死を。あんた今の発言だけで宗教裁判もよ。彼はイクタソロク、見てくれのいい男を威嚇する習性があるけど、どんな手を使ってでも国境を突破するのだ。褒美はいかようにも。少し黙んなさい、お姫さん。あなた様がいくら怒鳴り散らしても、それで不可能が可能になったりしないんだ。その程度の道理は他でもない帝国の歴史から学んでほしいもんですよ。殿下、これが大変な無礼を申しました。どうか今回だけはご容赦を。上空の風が帝国領に向かって吹けば、あの気球は完全に失われます。時間がありません。ご決断を。いやあ、思った以上にうまくいった。どうぞ皆さん、おひねりを受け付けるよ。まったく大したペテンね。無人の気球を浮かべて脅迫に使うなんてすごいよ、イック。友軍兵の忠告なら受け入れやすいですもんね。まだ知っているぞ。母の名はユーカ・サンクレイ。色好みの金城が清香から高級に召し取った美女を先行の褒美としてバダ大将に。もう一遍でも母さんを侮辱してみろ。この手で首切り殺してやる。嫌な話だわ。その時は私もあんたを首切り殺さなきゃいけないわけね。いやー、のろまな帝国騎士様。君たちは。お前にとっておきの精力剤を用意してやったぜ。おらよ。遠慮なく食えよ。なんだ、やる気か。どっせい。ふん。ごちそうさま。ムカデは牙に毒があるから、頭だけは落とさないと危険なんだ。次からよろしく。行くぞ。敵を知らないにも程があるわね。幾多に虫攻めなんて。隣構わないか。ソローク順位。机も椅子も僕のものじゃないですからね。どうぞご自由に、シャミーユ順位殿。静かに基礎用兵学の授業を始める。では第2章第4章、ラプニク戦役から。帝国788年、現在は清華共和国の領土となっている北東のヤブネク州の戦略。活躍が特に目立った戦局といえば、シャミーユ順位。132ページ。アブヒリアの撃破戦。正解です。僕はお兄様の顔を見るだけで不愉快だ。お兄様ってば今すぐ顔面から爆発すればいいのに。アルデラ教の聖典に曰く、腹黒いサドイケメンに上場酌量の余地はない。安心しろ、頭は取ってやる。イックン。だからイックン言うなって。なんだお前、トルルの友達か。イケメンにも許容できるものとそうでないのがいる。お前は後者だ。顔面裁判一審有罪、執行猶予なしで爆発しろ。小隊長就任おめでとうございます、ソローク順位殿。よろしくご指導のほどを。こちらこそよろしく頼むよ。総長、君の名前は。私の名前でしたらすでにご存知かと。え、嘘、どこかで会ってた。スーヤ・ミッドカリフ総長です。2年前
母が随分とお世話になりました。あ、君もしかしてアミシアの？ええ、娘です。でも順位殿、もう二度と気安く母を名前で呼ばないでもらえますか。たかが真男の分際で。不倫相手の娘？人妻に不義を強いたのは感心しないわね。離婚したと聞いてたんだよ。とにかく正体の兵士全員にこれが知れ渡ってるみたいでね。誰も僕の言うことを聞いてくれそうにないんだ。そもそもスーヤが指揮させてくれないし。自分で解決しなさい。同情の余地が1ミリもないわ。分かったよ。もうお前らなんか頼らないよ。姫殿下どうかそのままで。トルウェも追うのはやめなさい。しかしアトリ、僕一君に助けられてばかりだし。あいつ自身の不注意が招いた事態よ。あれ、剣が手から。うわ、また派手にやらかしたな。しばらくトマト食えないよこりゃ。イクタ。やあヤトリ、もう知ってるかもだけど、今の君すっごく赤いぜ。赤いのはいいんだけど、体中が鉄臭くって参るわ。鉄臭い？そりゃ赤いのとは関係ないよ。両手にこんな鉄の塊を握ってるからだろ。どんな時でも僕という左手の存在を忘れないで。はい、取れた。お疲れさん。ありがとう。でもなんかそうね、ちょっとだけ疲れたかも。いつも働きすぎなんだ君は。もっと楽をしろって言ってるのに。あ、やあお姫さん、また派手なドレスを新調したね。それとも盛大にトマトソースをこぼしただけか。紛らわしいな。ところでさ、内緒で教えとくけど、今のお姫さんすっごく赤いぜ。が、生田。あ、なんでゾロアグラ、ゾロアグラバカ。帝国歴906年6月、ハザーフリカン中将の置き土産とも呼べるこの事件を知る者は少ない。だが関わった者たちの心に消えない傷跡を残したこともまた事実である。